47ある都道府県は、どこもそれぞれ地域性や特色がありますよね。2010年の1月に、ちょっと面白そうなスレが立ちました。都道府県が一つのクラスだったらこっちはきっと。不登校はきっと。大阪、見てみ。あいつ今日も一人やで。あいつもきっと。宮崎、土元家全といかん。鳥取、はぁ、もうこういうスレいいから。島根、何言ってるの？私がいるじゃない。鳥取、あれ？俺って実はめちゃくちゃリア充じゃね？東北四国の連中は二人組作っての悲劇がなさそうだな。長野、隣人が多すぎる。俺の周りによるな。埼玉かっこ千葉はちょっとやだな。千葉かっこ埼玉とはあんまり組みたくないな。はいはい、北陸のぼっちは福井ですよ。そして、北海道の隣には誰もいない。沖縄、いっそ二人で、隣のクラスへ。お前らが言うほど四国は仲良くないよ。東北も仲良くない。石川、なぜ俺は身長が高いのだろうか。宮城県は、捕獲地持ってそうだ。四国はバラバラだもんね。四県とも違う地方と組むだろ。島根は飛んでどんな兵器、でも壊せない兵器を壊すんだからな。操縦席もあるんだからな。バイト地域県民。鹿児島、はい、ふけだらけ。熊本、福岡さんいなけりゃ俺の天下だし。長崎、大分、鹿児島、宮崎、いやそれはない。佐賀。あれ？くそ、どうせ関東のぼっちは群馬だよ。大阪はどっか弱い県一個引き連れて暴れ回る。兵庫、大阪のやつ、また調子に乗り上がって。東京は周りからの人気者っていうのは予想がつく。なんだかんだ言ってぼっちは沖縄。大阪は京都や兵庫と仲良く遊んでる。埼玉矢印埼玉さん。茨城矢印的。群馬矢印。何それ？北関東はこんな認識。栃木と群馬って仲がいいもんだと思ってた。仲悪いんじゃなくて、ただ群馬を知らないだけ。両毛地域ってのがあるくらいだから仲いいと思うんだが。山梨は田舎者なのにお隣が東京で辛そう。関東連中は都合よく利用していると思ってる。周りから見れば差は明らかなのに。愛知、俺様がクラス支えてんだよ。東京とか、三重岐阜格好裏番長気取りうぜー。静岡、カツオ食べる？あれ？大阪は本人は明るいいい子だけど暴力団親父に在日母と家庭環境に問題を抱えてて物語が進むごとにうつけらか。山口と組むとこなさそう。東京が唯一恐れるのは京都。静岡はほんと空気読めなさそう。空気読めない静岡県民が言うんだから間違いない。大阪、佐賀、ほないくで。佐賀、はい、三重、大阪のやつまた佐賀くんいじめてるよ。和歌山、やめとけよ、お前もいじめられるぞ。滋賀、京都さん、大阪のやつまた調子乗ってますよ。京都、うちに言われても困るわ。兵庫さんや奈良さんに頼みや。兵庫、あなた隣なんだからなんとかしなさいよ。京都、あら、兵庫さんとこ甲子園やらタイガースやらで仲よろしいんですからちょっと言うてきてくれはってもよろしいんやない？兵庫、やあよ、いつも迷惑かぶってるの私よ。奈良、おいお前ら喧嘩すんなよ。京都、兵庫、あなたは黙ってて。近畿はこんな感じ。静岡と山梨で組みそう。関東は東京中心でうまいことやってんだろ。誰かがうざいことしても東京がたしなめればみんな黙る。東京は周りとの縁がなくなれば滅ぶよ。東京は埼玉を一番弟子だと思っている。静岡、富士山は俺のだし。山梨、てめえ調子こいてんじゃねえぞ。こっち側から見た富士山のが綺麗なんだよハゲ。富士山、もう私のために喧嘩するのはやめて。こんな感じ。静岡、富士山は俺のだし。山梨、てめえ調子こいてんじゃねえぞ。こっち側から見た富士山のが綺麗なんだよハゲ。静岡、でも富士山イコール静岡のイメージの方が定着してるから、山梨かっこ笑い。山梨、もういいわ、俺には八ヶ岳があるし。長野、ちょっと勘弁してくださいよ。こんな感じ。八ヶ岳も取られたらマジで山梨いいとこないじゃん。ぶどうはいいんだけじゃん。富士山とんなし。どっちかっつと東京、大阪あたりは面積的にドキュン的なイメージなんだが、愛知、京都あたりが人望ありそう。なんでそこで愛知が出るの？バカなの？徳島はある面で近畿圏を頼りにしてる。大阪、兵庫、和歌山とかと。福岡、最近宮崎調子乗りすぎじゃね？熊本、鹿児島の口癖真似してますもんね。大分、しかもそれ自分が考えましたみたいな、うざ。長崎、鹿児島も黙ってないでなんか言いなよ。鹿児島、え？肺が目から鼻から入ってそれどころじゃん。へっくし、佐賀。あれ？宮城、東北最強は俺なんだからお前ら俺に従うよな。山形かっこまた始まった。秋田かっこ迷惑だってのがわからないの。広島福岡両者から古文扱いされる裏表の激しい山口。福井、こんばんは、金沢くん。石川、金沢じゃないんですけど。島根県って不登校の生徒が全国一位らしいぜ。青森と山形は他県と仲良くする以前に県内で対立してる。香川、おい岡山、組もうぜ。愛媛、広島くん、一緒に組んでくれないかな。徳島、大阪くんは、どうせ私なんかじゃ嫌だよね。高知、香川、愛媛、組んでやっても、おい、なんで無視すんだよお前ら。徳島、高知くんにすら呼んでもらえない私なんて無理だよね。ブツブツ。栃木って超絶リトイチーなんだぜ。
あとはもうわかるだろ。福井がメガネっ子なのは間違いない。愛知は手先が器用なはず。愛媛ちゃんは山口と防御棋戦で結ばれてる。新潟、北国同士仲良くやろうぜ。山形、お前東北じゃないだろ。新潟、北陸っていいよね。富山、お前は関東甲信越だろ。新潟、政令指定都市になったよ。東京、米作ってろかす。千葉、埼玉、そうだそうだ。新潟、富山、ほら、早く食堂行くよ。福井、ちょ待って靴脱げた。石川、相変わらずトロいな。新潟、むしゃむしゃ。東北はこうだろ。宮城、おい、お前ら外雪降ってるし DS で遊ぼうぜ。青森、うは、雪合戦楽しすぎわろた。岩手、だ、れ、だ、よ、雪玉に氷入れたの。秋田、はたはたスマッシュ。は、た、はた、スマッシュ。宮城、あれ宮城民だって雪合戦するわ。さすがに雪合戦ゲーム。東北では雪が少ない地域だから雪が積もった時のテンションは異常だった。多分今の子供もそう。静岡、愛知と神奈川か。どっちがいいかな。福岡さんはとりあえずシンナーやってるからやばい。ヤクザ事務所の看板収集率もくっし。宮城は東北にも関東にもはぶられるのか。栃木はクソダメって言うわだな。新潟がゴジラの形に見えて困る。神奈川はクラスで人気のマドンナ、美少女。東京はクラスで人気の優等生、イケメン。千葉と茨城は腐れ縁の歌。青森、雪積もってきたぞ。新潟、今年も生存のために雪と戦う時期が始まる。秋田、山形、おい秋田首つるな。愛知ってどんなイメージなんだろう。愛知はブスって言わだな。勘違いやろう。埼玉は優秀なんだけど東京にはかなわないことを自覚して自然体でいるから意外と絡んでみると良いやつ。ただ、優秀なゆえになぜか絡んでないやつとか東京の手下だと思い込んでる奴らがうるさい。ただし自分より田舎の県は見下している。そう見られがちなんだけど、埼玉は秀才タイプだから実は下の気持ちもわかるんだよ。下の気持ち、とか言っちゃう時点でもうね。こういうヘリクツクソ野郎がいるから、埼玉は来るもの拒まず去るもの追わずの姿勢なんだ。だ埼玉、とか言われても正直なんとも思わん。へ、り、くつ、他人見下しといて指摘されたらヘリクツっすか。さすが秀才はパネっすね。岡山、僕は大都会なんだ。広島なんて。福岡、俺の言うこと聞けよてめえら。熊本、うっす、福岡さん。かっこけってめえがいなけりゃ俺が。長崎、福岡うざい。大分、干渉しないでよねー。宮崎、と、げ、ん、か、せ、ん、と、い、か、ん、鹿児島、もういいよそのネタ、佐賀、あれ？山形は宮城かっこ仙台の子分。なら、京都なんかよりも歴史はこっちの方がずっと長いんだぞ。京都、ん、何か？なら、いや、なんでも。京都、おら、滋賀作はどうせ組むやついねえんだろ組んでやるよ。滋賀、あ、京都さんチース格好で。京都はそんなにストレートな物言いはしない。群馬、首都圏。か、山梨、首都圏なんて言っても名ばかりっすよね。栃木、なんか俺たち名前からして自然っぽいもんな。長野、そうそう。茨城、つくば学園都市。長野違和感ないな。群馬、栃木と鳥取、島根は喧嘩しながらも仲良さそうだな。沖縄はみんなから人気だが親友はいないタイプ。北海道がかろうじて仲良し。東京矢印花輪くん。神奈川矢印城ヶ崎さん。わかりやすい。愛知、岐阜ちゃん。お前また宿題やってくれよ。岐阜、あ、うん、とりあえず岩手はクールな県だと思うんだ。今年も藪川は冷えるな。寒いだけだろ。東北でもあんま使えない県。香川、岡山ならきっと一緒に組んでくれる。愛媛、広島くんなら。徳島、大阪さん。高知、趣味はバイオリンです。神奈川、かっこくくく1番より2番、大将より3号ってね。関東グループ6人かっこ茨城、栃木、群馬、千葉、東京、神奈川に聞きました。埼玉くんの必要性、東京さんのところへ行くときに通過するので一応必要にろう。必要なし4票。生徒会長矢印、東京副会長矢印、神奈川体育委員長矢印、愛知バカ矢印、沖縄。神奈川さんプライド高すぎっす。パネっす。京都、軽々しく話しかけんでおくれやっしゃ。福岡、おら、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、黙って俺の言うこと聞けやー。鹿児島、はぁ、ふざけんな、エセ九州人、消えな。長崎かっこまた始まった。熊本かっこ長崎さん、有明海は平和に行きましょうね。大分、宮崎かっこ熊本さん、阿蘇山に7時集合ね。佐賀、あれ？大阪と神奈川はヤンキー。神奈川は女にモテるけど男には嫌われるタイプ。そうか、神奈川は女でさ、裏があるんだけどバカな男は気づかないから、陰で他の女たちがなんで気づかないのって怒ってるんだけど、神奈川も権力があるからみんな表だっては言えないんだよね。でも神奈川は昔は素直で良い子だったんだよ。あんなことがあるまでは。東京はそういう過去も知っているので神奈川の面倒を見ている。石川、悪い、宿題忘れた、見せて。富山、しょうがねえな。ほら、福井、ここ違くね？こうだって。東京、日本の中心、常に有頂天。神奈川、謎の多い人、なんかすごそう。
埼玉、アニメとかそっち系っぽい。千葉、母、群馬、未開の地。有事の際には要塞になる。栃木、下毛。茨城、茨城だったよな、うん。なあ、福島はどうなってるんだ？福島、ウルトラマンはわしが育てた。山口と仲が悪い。奈良市が和歌山に。こいつら絶対番長の大阪の悪口をこそこそ言う。兵庫は大阪見ながら笑って、京都と意見交わしてそうなイメージ。神奈川は何もしないで自らぼっちになりそう。東京は遊んでそう。福島は山口、鹿児島を嫌っている。石川は偽装献金してそう。三重と和歌山、島根と鳥取のカップルは鉄壁。三重は下半身だけ和歌山と繋がってるけど、上半身は愛知大好きなんだぜ。ちょっと前にホットラインできたしな。秋田は美人だけどヤンデレ。青森は可愛い系で天然ガチなマリドジッコ。世界遺産恐竜ペアで仲良しな二人。北陸三県は仲良さそうで、実は全員が心の中で自分が一番だと思ってる。福岡、お前が東北のボスか。宮城、そうだなお前ら。青森、そうっすね。かっこあー、めんどくせえ。岡山、お前らもっとうちに遊びに来いよ。うち隣の納屋を母屋につなげたから広くなったぜ。鳥取、岡山の A 学区の端っこだし、意外と何もないからつまんないんだよね。島根、みんな銀山行こうず。大金持ちになろうず。広島、うちある程度揃ってるからうちで遊んだ方がいいや。山口、川向こうの福岡んちでもいいし、隣の広島んとこでもいいけどな。愛知、土地的に言えば俺が日本の真ん中だし。静岡、うん。そうだね。岐阜かっこ見てるこっちが恥ずかしいよ。埼玉はオタグループの中心的存在。愛知って今まで名前的に女だと思ってたけど、男のイメージの方が強いのか。鳥根と島鳥って兄弟だろ。島根と鳥取は兄弟でも双子でもないのによく間違えられる。愛媛ちゃんは広島くんとできてる。福島、福井、さあ、どちらが本物かわかるかな。新潟、お前らどっちも本物だろ。せめて佐賀はもう少し良い扱いに。地味メガネなイメージしか浮かんでこない。メガネって言ったら福井県のイメージだな。産地的な意味で、京都さんと神奈川さんと静岡さんはプライド高そうなイメージ。和歌山さんは誰とでも仲良くできそうなイメージ。北海道っていつもなんか食ってるよな。群馬、栃木、茨城、大須、大阪、兵庫、おう、ぺちゃくちゃぺちゃくちゃ。じゃあなあ、スタスタ、群馬。今の、どっちがどっちだったっけ？栃木、大阪と兵庫だろ。茨城、右の方が大阪じゃなかったっけ？スタスタ、大阪。わし、あの三人組よく別つかんねん。兵庫、俺も。名古屋、仙台がやられたようだな。横浜、福久、奴は我ら県庁所在地四天王の中でも最弱。札幌、収穫しごときに負けるとは精霊師の面汚しよ。東京静岡これ食べるか？静岡食べる。愛知静岡、これ食べやー。静岡ありがとう。静岡かっこ俺人気者だな。東京、愛知かっこ味見にちょうどいいんだよな、こいつ。群馬、別に馬群れてねえし。栃木、別に土地の木なんか生えてねえ。まあ、一応あるし。埼玉、別にオタクじゃねえし。千葉、別に東京じゃねえし、千葉ディズニーランドだし。東京、トンキンじゃねえし。北京パクってねえし。神奈川、もうやだこの首都圏。茨城、別に忘れられてねえし。愛知、土地的に言えば俺が日本の真ん中だし。静岡、うん。そうだね。岐阜かっこ本当は私なんだ。長野、大きさなら。岐阜、割と自信があります。福井はメガネっ子でとろそうなイメージ。それにしても福井陸のことをすぐる。四国イコール冴えないグループなのは確か。四国をグループとは言わない。離島に獣4匹を押し込んでるだけだからな。四国は北欧みたいなもんだと思う。石川、富山かっこ笑い、福井かっこ笑い。富山、はいはい、金沢一極集中で、他すっかすかですもんね。福井、うちのメガネ並みに日本中に流通してるもの、石川にあんの？かっこ笑い。新潟、お前らどんぐりの背比べって知ってるか。富山石川福井、東北は帰れよ。東京、アーダリー。千葉、へえ、どうしたでやんすか？肩でも重みしましょうか？スリスリ。神奈川、プ、東京の奴また千葉で遊んでるよ。埼玉、またかよ。茨城、もう千葉なんかと一緒にされたくねえよ。栃木、千葉みたいにはなりたくないわ。群馬、千葉嫌われすぎ。滋賀滋賀琵琶湖だけじゃないもん。大阪何言うとんねん。滋賀琵琶湖の中にあるんやろ。京都ほんま滋賀藩は面白いことを言うどすなぁ。滋賀琵琶湖の水を飲んでるくせに。まだ出てきてない都道府県とかある？岐阜と鳥取が出てきたから全部出た。香川、しょうがないから四国内で組むか。愛媛、自分より発展してる人って憧れちゃうけど、やっぱり手が届かないよね。高知、へ、バカだな香川と愛媛は。じゃあリーダーは俺な。香川、は？高知、文句あんのか香川、水やんねえぞ。ダム建設の金も出してないくせに。香川、うるせえ、瀬戸大橋渡らしてやらねえぞ。レオマワールドでも遊ばしてやらねえぞ。高知、行かねえよそんなご遊園地。じゃあらあ、愛媛、みかん美味しい、むしゃむしゃ。徳島、すだち酸っぱい、メソメソ。鹿児島、山口、高知、佐賀、薩長土井。鹿児島かっこ佐賀はいらないよな。
山口かっこ佐賀はいらないよな。高知かっこ佐賀はいらないよな。佐賀かっこ俺かっけえ。東京はスポーツマンなんで成績優秀なんだろうな。京都は勉強できるけど堅物ってイメージ。大阪はバカで中卒。北海道は田舎者。沖縄は明るい。長崎と広島は病人。佐賀、これが我が県の佐賀だというのか。俺の住んでる奈良は大阪や京都にずっとひっついてると思う。奈良だけじゃなく滋賀や和歌山も。実は山梨と静岡は仲いいんじゃね。山梨、静岡いいな。お茶とか寿司とかガンプラとかあってそれに富士山。静岡、そんなことねえよ。富士山は共同だろ。俺もブドウとか食いてえよ。静岡、寿司食うか。山梨、ありがとう。ブドウ食べる。静岡、ありがとうな。山梨、俺のとこ山が多くてよくダジャレにされるよ。静岡、山があっても山梨県ってか。山梨、否定。三重、僕関西県なんで。静岡、ちょっと神奈川のところまで行ってきます。新潟、山梨、長野、俺ら甲信越なんで。愛知なのに愛を知らないとはこれいかに。岐阜、まだ俺がいますぜ。飛騨地方、北陸が良いです。先生二人組組んでください。千葉かっこ東京くんが誘ってくれるはずでも神奈川くんともアクアイトで結ばれてるし、私もテモテ。東京かっこ雑用やってくれんならどこでもいいや。神奈川かっこ関東ダリー愛知や両ごとくみてー。栃木茨城ちゃん、茨城栃木くん。埼玉千葉とは絶対組まない二だ。北関東のバカ連中と組んで良い気分になる二だ。群馬派、今年上京する田舎者から見た関東イメージ。お前茨城と栃木対立してんの知らないのかよ。だから本当に何も知らないんだろうよ。茨城は栃木には無関心で栃木のライバルは同じ海なし県の群馬だと思ってるよ。他県？あいつ目つきが怖い。栃木、俺そんな悪いやつじゃないのに。福島が一番ぼっちだ。福島はあえて県営の山口と組むとか、ないか。東京が学級委員長に推薦されて、大阪が対抗して立候補する。栃木、ごめんねごめんね。群馬、水がある。埼玉、テレタマ。千葉、あの遊園地。東京、文化の中心かっこ切り。愛媛、関アジと岬アジって同じだろ。四国の同州政事情。四国州成立の場合。徳島、まあとりあえずよろしくな。州都は四国の玄関ナルトでかっこちっ本島は近畿地方と組みたかったのによ。香川、あ。寝言は寝てええ。州都は四国の玄関高松だから。愛媛、おいおい、州都は四国中央市に決まってんだろうが、越えられない壁四国山脈。高知、同州政反対。関西連合成立の場合。徳島、やった。これでクソ田舎四国ともおさらばだぜ。香川、徳島のクソ野郎裏切りやがったな。しょうがない中国地方に吸収してもらうかかっこ祭は岡山さんと仲良いしな。愛媛、確かに三国で戦うにはちょっときついなかっこ祭は広島さんと仲良いしな。越えられない壁四国山脈。高知、同州政反対。四国ディスってるのは地元が四国で今は離れて住んでる人。四国ホルホルしてるのは四国離れたことない人と見た。秋田、鳥海さんは俺のものだぜ。山形、お秋田、あ、すみません。秋田、じゃあ、十和田湖は俺。青森、あ、秋田、すみません。秋田県の取り巻きはこんな感じ。なんだかんだですぐに二人組になる。青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島、新潟、長野、群馬、栃木、千葉、茨城、東京、神奈川、静岡、山梨、京都、奈良、大阪、兵庫、石川、福井、富山、岐阜、愛知、三重。岡山、広島、鳥取、島根、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、大分、宮崎、高知、愛媛、香川、徳島。ワンテンポ遅れて慌てて二人組になる。北海道、沖縄、埼玉、滋賀。あれれ、和歌山。先生4人一組で班作れ。岐阜、三重、愛知、班組もうぜ。三重いいですよ。愛知、栄養。岐阜、よし、これで東海3県揃った。あとは、静岡。岐阜、あ、静岡、岐阜のバカ、アホー、野田聖光。岐阜4県、お前も入れて4県だから。大学時代、これと似たような状態になった。北関東事情、群馬矢印雑魚、栃木矢印雑魚、埼玉矢印埼玉さん、新潟長野岐阜、みんなチビだな。北海道、転校してきました北海道です。よろしくお願いします。新潟長野岐阜。沖縄は帰国子女。こんな時にもほとんど話題にされない3人組はどうしたの？息してるの？茨城、ちょマジで。お前んとこにもセコマあんの。北海道、いやー、まさか仲間がいるとは。茨城、意外な共通点だな、仲良くしようぜ。北海道、よろしくね茨城くん。茨城、ああ、茨城じゃねえし、茨城だし、北海道かっこやった仲良くなれないなこいつとは。岐阜は実は北陸と仲が良い、東海に比べると。埼玉市民だけど、北部三県は東から西に向かうと寒くなっていきそう。千葉はあったかそう。神奈川は郊外川崎と中華街横浜なイメージ。赤羽、大宮が東京？ワロス、東京、お前もだろ。赤羽、東京、四国ってやっぱぼっちか。山口はなんだかんだで九州グループ。京都はプライド高い者同士で老後と組むよきっと。そして奈良は大阪の強引な誘いを断りきれずに組む。そもそも四国ってのは他地域では想像を絶するほど内部崩壊がひどい。特に愛媛、
愛媛を中心に風土研究の助手をやってたが、あの愛媛という狭い地域の中にいくつもの住民性、多風土、多文化が存在する。愛媛で基本3つ、南よ、東よ、中よ、この3つでも全然違う方向を見てる。南よ、基本大分との交流を中心にしてる。愛媛で有名な農業、水産業は基本ここ。東よ、香川との交流がなんだかんだで盛ん、四国の高速の真ん中にあたるので徳島、高知との経済交流もある。中よ、広島との交流を中心に従ってる。中心部なのに目立つものが何もない。基本的に東よ、南よから嫌われている。愛媛って他県では見られないほど内部分裂してる特殊な地域だから。そもそも県単位で他と組むとか無理。大阪とは組みたくない。京都はプライド高いし、三重は近畿なのか微妙だし。和歌山はまあ置いといて。奈良と組みたいよ、兵庫は。普通に考えたら東京は埼玉と組むな。でも神奈川がゴリ押しで東京に迫って東京もしぶしぶ組むイメージ。愛知、あれ、鳥取と島根どこ行ったんだ？私滋賀だけど、京都、大阪と組む。断ったら水止める。東京。金持ちで勉強が得意な委員長、案外孤立している。神奈川。爽やか系リア充グループの中心。千葉、埼玉。矢印のグループの取り巻き。群馬、栃木、茨城。オタクグループキモい。愛知。田舎出身で性格が悪いが金持ち。岐阜、30、静岡。愛知は好きではないが金目当てで付き合っている。大阪。ちょいドキュンなリア充グループのリーダー。兵庫。矢印のグループのナンバー2。和歌山、奈良。矢印のグループの取り巻き。京都。滋賀かっこたまに福井も従えている。特に目立つわけではないが皆に一目置かれている。福岡。ドキュン、実家はヤクザ。そもそもさ、県の数が奇数ってのがいけなかったんだよきっと。それはこの後も賑わっていました。県のイメージがそれぞれ出来上がっていて面白いですよね。皆さんは自分の出身県や他県をどう思っていますか？